これ琉球新報ですけども基地問題ですね。カデナ基地、カデナ基地で基地被害除去をという裁判が始まりました。原告が3万5千人いるんです。 でまあちょっと読みますよ、ね、米軍嘉手納基地周辺8市町村の住民3万5566人が米軍機の騒音で睡眠妨害や身体的被害などを受けているとして夜間早朝の飛行差し止めや損害賠償などを国に求める第4次嘉手納爆音訴訟の第一回口頭弁論が19日那覇地検沖縄支部で開かれた原告数は全国の基地騒音訴訟で最多原告や弁護団が意見陳述し騒音に脅かされることのない 平穏な日常環境を求めた国側は争う姿勢を示したということなんですけれども要するにこの嘉手納基地のね えー、騒音がうるさいから金をよこせって話なんです誰か書いてるけど引っ越せやと本当にその通りですよで私ねちょっと調べたんですけどもこの嘉手納基地って陸軍がもともと飛行場として使ってたとこなんですよねそれが終戦の後米軍に接種されてかなり大規模な空港として使われるようになったわけなんですでその昭和20年の段階に嘉手納基地周辺にはほとんどね家がないんですねところが今の写真見ると嘉手納基地周辺に わーって住宅地があるわけですよだから結局、ま、もちろん中にはね戦前から住んでた人も中にはいるかもしれませんがほとんどが終戦後引っ越してきた人たちですよね。まず 空港の近くに引っ越してきた時点でいや騒音あるでしょそれはで引っ越してきてわあびっくりこんなうるさいんだって言ったらそれはそういうこともあると思いますよそしたら方法は2つですよ我慢するか引っ越すかですよこれ住宅選びってよくあるでしょ思ったよりなんか不便とか思ったよりうるさいとか思ったより明るいとかこんなはずじゃなかったっていう住宅借りちゃったり買っちゃったりっていうそういうことってありますよねそういう時どうします我慢するか引っ越すかしかないんですよなんでそこで 裁判なんですか <laughs> 空港はうるさいのよ <laughs> で思ったよりうるさかった金よこせっていやなんで空港の近くに引っ越してきたんだって話ですからねあのねカ手ナ基地って海に面してるんですね滑走路の向きからすると離着陸の時に住宅地通んないんですよ基本は海から直接離着陸できますしもう片方は山側なんですね例えば伊丹空港のように住宅地の上飛んできて着陸みたいなそういう作りになってないんですよ。3万人人っってて言いいますけどもどもこの人っていう <laughs> まあ、そ基地周辺だから音は聞こえるでしょうけどもそんなね離発着離着陸の時にねアプローチに住宅地なんかないんですよねでこの嘉手納基地って羽田空港の2倍の広さがあるんですよそしてまあ極東では最大の空軍基地なんですね。最大でですすよ。ですからもうかかなななり大きな施設なんでですすね。ですから、昭和20年の段階ではあの周辺は住宅地はほぼないわけですからねほとんどが 戦後引っ越してきた方々です日本ね、えー、日本中にたくさんの空港がありますよやっぱその空港の近くに引っ越してくるってことはうるさいかもしれないわけですからねこんな3万5,000人もが原告になるような騒音訴訟なんて他の空港にないわけですからそんなねいきなり裁判して飛行機の音がうるさいって言ったらじゃあ引っ越せばっていうのが普通ですからねだから結局これは本当にね。 夜寝られないとかなんとかっていう人が困り果てて訴訟に至ったんじゃなくてそうそうただの嫌がらせですよ誰が言ってますけどもこの米軍基地をなくしたいそのための嫌がらせをするよし騒音訴訟だとで一人でも多く集めろとで3万5千人でうるさいうるさい自分は健康被害を受けている金よこせとまあ嫌がらせですよね米軍基地に対するそういう政治的な運動であって本当にね 夜寝られない困り果てた人がね、最後の手段として訴訟に至ってるとは到底思えないわけなんです。基地被害ですよ。基地被害除去。だったらなんでそんなところに引っ越してきたんですかって話です。あのちょっとね、カデナの周辺は Google マップで見ていただければわかりますよ。海と山だから、滑走路ね。滑走路のアプローチ見ると、片方は海、片方は山。ですから、普天間とかとはだいぶ違うんですよね。 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。